これはいいよ。これはじゃあ、これはもうさ、名前書いた人のラブレターっていうことでいいよね。あ、誰に当てるとかもよくわかんないね。宛先はいいけど、女性で、まあそうね、名前書いた人が、はい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 、あなたのラブレター。なるほどなるほど。じゃあこのもう、ここタイトルじゃん。あ、そうかそうか。それざね、それざね。自分好きタイトルいるのかな。あ、そうか、タイトル一応つけましょう。考えるレター。はいはいはい。ケンタッキー、ケンタッキー、はい、いただきます。いただきます。あ、まあ、うん、明確にマックと違う。全然違うね、うん、芋がもうギュッと詰まってる、うんうん、うまい。あとしょっぱいかもね。心なしかちょっと鶏ガラの味みたいな。あ、するかも。一緒のとも油だね。油が一緒だから美味しいんだ。味が回ってきてる、こっちめっちゃうめえ。腹持ち感というか、芋感強いっすね。そうしてんのかね。すいません、ロッテリアの食べてたわ。おいおい、ロッテリアとケンタッキーの区別をつかんのかい！前もあったな、正論で。確かに似てはいいね。いや、違う、似てないよ。いや、全然違う。スバーガーはちょっと太いけど、ロッテリアロッテリアの、そう、これはひどいな。すいません。ポテトキンガーか、お前は。前回のアルファに続き、今日は恐山編ということで、出題者、はい、恐山に三択クイズをね、考えてきてよと言ったんで、謎多き男、うん、はい、はい、うん、来週だと思ってて、来週だと思ってて、はい、何か撮るのが、撮るのが本当に思いついて、いや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 、恐山あるある、いやいやいや、一個も思いつかないときは一生っていう。いや、まあでもその三択クイズよ、やることは。いやこいつは難題です。いや、そう無理だわ。何でもいいじゃん。三択クイズなんか出せない。少しずつやってこい、今日。鳴らしてこ、例えばどう、どういうのがいいの。何でもいいんじゃない。何でもほら。角煮好きでしょ。はいはいはい。角煮が好きな理由とは、うん、ね、いいじゃん。いやないですよ、別に。え、ない。ない。一番。一番にないもん。一番ない。クイズだね。ある。あ、二番ある。ある。三。その他。アンケートじゃねえんだから。広いな。さあどれ。その他広いな。才能ないかもね、もしかしたら。まじゃあ一個、昼ご飯クイズ。昼ご飯クイズ。鳴らしで言っていいですか。オッケー。あ、じゃあ第一問目。じゃあ第一問目ですか。昼ご飯クイズ。オッケー。私が、うん、今日食べた昼ご飯は何でしょう。1、うん、チキン南蛮定食。はい。2、うん、おい、海鮮丼。いや、めっちゃ考えてたじゃん。海鮮丼の前めっちゃ考えてた。三、うん、チラシ寿司。こいつ同じじゃん。こいつ何なんだ。海鮮丼とチラシ寿司同じじゃん。それで2と3の間に空白が空いたってことは、これやばいかも。これやばいかも。1番。俺も1番。いや、もっと考えていいんですよ。いや、もう1番でしょ。1番。え、正解ですけど。いや、ひどすぎ。正解は、チキン南蛮定食。ひどすぎ。はい、じゃあ私もね、うん、ついに、じゃあ、見つけてしまいました。見つけたから、この秘密。お、え、あの探し求めていた永遠の秘宝。え、賢者の石のことかな。え、もんじゃの飯。え、もんじゃの飯じゃねえか。もんじゃこれ。これ。でも違くない？何これ、何これ、もんじゃ焼きをご飯にのせた。何これ、違くない？明太子、これつぶつぶ。はい、明太子。なんか肝ご飯もんじゃって何、キャベツ敷いてないの。確かに中に入ってるでしょ。どういうこと。いや、入れんの忘れちゃって。いや、え、なんだ、どの先生失敗じゃん。固まんなくなっちゃうやつ。うん、いや、でも魔法って不思議なんですよ。目の脳みそだろ、それ。あ、それさん、いけるか、いけるかな。ちょっと、え、なんか変なのになってるっしょ。お前、ちょっと蓋してない、それ。お前、え、なんか蓋ついてない。うわー、うわー、うわー、え、うわ、うわ、そうだ、これってつけたままじゃないのか。すげーな。なに、おめえすげーな。強ご、え、なに、何がおかしいのか分かんない。こいつ強、みんな笑わないでよ。すごいぜ、すごいぜ。いや、笑ってないよ。うん、強い、強い。うん、カッキーしらす、カキ、シラス、チーズ。うん、おお、すごい、こりゃうめえぞ、これ美味しい、うん、ね、全部これ効くんで。え、子孫繁栄。
全部聞きます。精が精力的な話が。そうなんだ、なるほどね。めちゃくちゃうまいこれ。うまいね。元気になっちゃう。めちゃもらおうかな。あ、え、元気、あ、ちょっと元気がちゃった。やばいやばいやばい。え、お茶を取る。おい、危な、帰ろう。前を通る。コード危な。お茶探しに。そっちじゃない。お茶を買って、何の違いなんだ。え、飲んできた。お茶買ってなかったです。すっきりした顔して。え、お茶買ってなかった。お茶買ってない。私ってお茶を買ったんですか。怖い。いや、怖い。皆さんは知らないでもね、こんなの全部ね、インチキですね。どういうこと。インチキ。俺たちがもっとなるほどタコスに合うよっていうものを。企画になった。企画です。これやっとかないと怒られるのか。びっくりした。そういう企画ですから。急に企画を見てくださいよ。なんかさ、あんま食べたことないですよ、ね、恐れ山の方からちょっと、ね、返しの合図してもらっていいですか。いやじゃあ行きますか。はい、はい、あー、景気はいい。リピーテ出た。リピーテない。タコベルが。じゃあ食べましょう、はい、やらなきゃいけないことをめちゃめちゃ先延ばしにしてしまって、うん、結局当日大慌てしてしまいます。あ、あるね。ここで直したいと思うのが大事だと思うんですが、毎回大慌てするくせに直そうとしないこのなめ腐った根性はちょっぴり嫌です、うん、どうしたらいいでしょうか、うん、はい、先延ばし、先延ばしっていうね。これね、もう我々全員多分あると思うんですよ、はい、そうだね、はい、締め切りがあったりとかね、うんうん、これはね、うん、治りません。あ、あら、シンプル。そんなことばっか言ってます。治りません。これはもうギリギリに何とかするっていう能力がどんどん上がっていくだけなんで。なるほどなるほど。もう諦めた方がいいですね。これ。恐れ山とか特にこれ顕著ですよね。うん、そうですね。うん、あのまだあの社内の評価面談のシート書いてないんです。すごいな。もう終わったじゃん。おととい締め切って。もう評価面談してる人いるよ。だから評価ゼロなっちゃうのか。疲れさん。頑張ってよかったな。私はそのことを今朝思い出しました。なるほど。おとといぐらいも言ってなかった。すごい。おとといの時点でやらなきゃって思って。やらなきゃって思うことで、うん、やる回路が一回満足しちゃうんですよね。あー、うん、なるほどね。タスクフリアになってるんだ。すごい。だから今朝ゾッとしたんですよ。あんなにやんなきゃって思ってたのに、完全に記憶からなくなっていたという、やってないことに。これってどうしたらいいんですか。相談しちゃった。確かにこれ床にナメタケを混ぜました。うまそう。和風ね。によってね、ちょっと和風ポテサラになって。なるほど、これいいね。お料理屋感出るんじゃないかと。お惣菜感強くなるかもね。素敵ね。これね、いや、これいいな。いいんですよ。さっきね、持ってくるときに蓋開いたままカバンに入れちゃって、ね、今リュックの中がナメタケ。最高。これの最悪。めっちゃいいじゃん。今だからめちゃくちゃテンション下がってる。やばいな、それ。そうなんだったね。お前もやったんですけど。やりましたね、これ。うん、よかったんで。いや、面白かった。よかったっすね。楽しかったんで、もう一回やりたいなって。やりたいですね。で、ご飯も食べれるしね、実際。ね、そうそう。給料行ってきましたよ、僕。お腹ペコペコよ。うん、というわけなんで。え？え？え？あれ？え？来た。まさか。来たか？来るか。サンドイッチとゆで卵とコロ。早い早い早い。その締めは何？初めて見た。すごい。ちょっとあらゆる耳を。いろんな出版社のめっちゃ強いやつばっかから取ってる。確かに。はあ、すごい。はい、全然違うね。全然違う。商品を取ろうかな。あれ、商品あるかに置いたよ。あるんだ。商品なくしてんじゃねえかよ。いやいや、商品なんかあっちに置いてるし、商品あるそこに隠れちゃったのか。それは自分の机とか。商品は、商品は、おい、あれ、商品、そこテーブルとか置いてったりとか。商品早く見つけないと当てちゃうよ、こっちが商品を、うん、ねえ、だって耳、まだ耳に関係するものだろうな。そうだね。なんかさ、ピアスとか。あ、イヤリング。ピアス、ね、開けられる。ピアスさ、罰ゲーム。ピアスさ、ハングレの。ハングレの罰ゲーム。ポケット触ってたと、ちょっとちっちゃめ。ちっちゃめ。あ、なんかのピアス。綿棒。あ、綿棒。あ、高級綿棒。あ、いいね。ちょっと言わないで。当てちゃうよ、高級綿棒。早く言わないと。今日はもう予定がめちゃくちゃだよ。高級綿棒、早く。高級綿棒じゃないだろうな。とかなんかのイヤリングか。早く。しょうもない。あ、しょうもないイヤリング。キリンが逆立ちしたピアス。耳の肩取りのさ、キットとか。肩取りの肩取りのシリコン。シリコン。
イヤホンとか、いいイヤホン、ああいいイヤホン、嬉しい、補聴器、違う補聴器だ、めっちゃ高い、もっと大きく聞かせろって、早くね、ねえそんなとこ置くなよ一番ごちゃごちゃしたところ片耳です。片耳だ。で、これのタイトルが、うん、コアラの夏祭り。え、すごいね。お菓子で作る盆踊りということで、お菓子で、どういうこと、サイトに載ってる、はい、完成イメージ文を見ても、こうなります。わ、すごっ。これは、なんこれ、これはあのサイトのトップとかでやるやつね。個人が作るべきものではなくないですか。講師のお店とかね。そうそうそう、すごい。これはこれ全員なんかハチマキ巻いてんじゃん。全員ハチマキコーラだ。カスタードケーキの上にトッポが立って、でチョコパイがあって、太鼓もこれ、キャラメルとチョコレートで太鼓があって、あーすごい、わーっていう、ね、楽しいね。すごい、これすごいじゃん。これすごいね。ということで作ってきました。これはちょっとテンション上がるかもね。いいかもね。そこまでいったら可愛いかもしれない。楽しいやん。コアラのマーチを活用してるしね。すごいじゃんこれ。かわいい。おい何があった、ヤグラ倒れて、おい全員ぶっ倒れてんじゃねえか。何があったから、強度確認しろって言ったろ。おい、町内会が騒然としてる。ダメよこんな、ヤグラが。おい作ってみたら、あの普通に私の能力の問題でできなかった。そうなの。これむずいんだ。チョコパイの大きさ違う。確かに下と一緒ぐらい。本当だ。あの間違えて、あのチョコパイじゃない、でっかいチョコパイ買っちゃったのと、あとアーモンドチョコを買い忘れたのと、あと塩キャラメルも忘れて、はなんで、それでチョコを溶かすのも失敗したから、あのコアラが固定できずに倒れてしまいました。はどうも、えできんやん、はい、できんやん人間。前のせいだね。ライナーレシピに対するできんやん人間はアンサーじゃん。ちょっと難しすぎる。これは子供には無理だ。それだけできんやん人間。別に子供が作るわけでもないしさ。すごいな。なんか材料足りない。もう事前に買い出しの時点で違う。メモ帳に書いといたんですけど、買ってないのにチェック入れちゃってて。なんでよ。あー、いいですね。いいじゃん人間。インヤン人間コイン極まれる。用意してきましたので。あ、いいじゃないですか。お待ちください、はい、空気が抜けちゃってました、ね、あれカービィ、おい、あれカービィ、カービィ、あれちょっと待って、これ何、これカービィ、え、カービィの死骸じゃん、これ脱皮したカービィじゃないのこれ。空気入れてたんですけど、はい、ほっといてる間に、なんか隙間から全部、大丈夫、あの今空気入れれば、入れよう、お待ちがね、用意した、はい、このおなら排出口から出せるはずなので、セルに吸収されます。まず空気入れましょうか、はいはい、いけるかなこれ。なるほど。おー、すごい、これ大丈夫だ。頼んだよカービィ。いや、どんだけかかんのこれ。いや、そこもないぞこれ。どんだけかかんの、カービィ復活させようとしてる。大丈夫。え、一回止めて。あー、いいじゃん。あ、でも、あー、来てる来てるよ。空気入れない。カービィ人工呼吸してる。いけるよ。いけるよ。気をつけて。カービィ死なないで。怖い。そこから人工呼吸。あ、膨らんできてるよ。来てる、うん。入ってこないね。カービィはもうダメだ。いかないと今日も行きます。確かに。これもしかしたらまだ一か八か最後の。もう助かんないかもしれないですけど、うん、いけるかも。ああ、俺の空気、ね、命の最後のおなら。じゃあみんな聞きましょう。はい、はい、はい、もう聞かせてください。頼むぞ。なにこれ。なにこれ。ありがとうございます。登録、はいはい、登録うわ、想像以上にひどいなこれ。もうね、カバンの中が雨上がりの森みたいに詩人。あー、勘弁してくれ。こういうのってどういう病院に行けば怒らなくなるんだ。どういうこと。よかったね、最悪すぎ。なめたけマントマン、たこ焼きマントマン。